ここではフィボナッチ数列の一般項について詳しく見ていきます。以前の授業動画でですね、神秘的なフィボナッチ数列っていうのを紹介しました。でフィボナッチ数列ってどんな数列かっていうと、1つ前の項と2つ前の項を足し算して決まる数列だと。つまり この2っていう項は 1+1 でできてるんですね次のこの3っていう項は 1+2 でできてるとこのようにして 2+3 は 53+5 は 85+8 は 138+1321 のように決まっていくこの数列をフィボナッチ数列っていうんだよっていうのを以前に紹介しましたでこのフィボナッチ数列っていうのは自然界の中でも見られる不思議な神秘的な数列だよっていうのも紹介したんですが 今回ようやくですねこの一般項を出すことができるようになりましたというのも隣接三項間の全化式を勉強しましたよね隣接三項間の全化式の解き方を知っていればこのフィボナッチ数列の一般項を出すことができますじゃあ隣接三項間全化式ってどうやって解くんやったかなっていうとこの形に持ち込むことが鍵やったんですねでじゃあどうやってこの形に持ち込むかっていうと特性方程式を解くことでしたつまりイコールゼロの形にして この a+2 すを x2 乗 a+1 すを x って変えた式つまり x2 乗す p x すル0ロというこの二次方程式これが特性方程式やったんですねこれを解くことによってこの形に持ち込むことができたんでしたで何言ってるかわけわからない人はねこの隣接三交換の全化式の授業動画をご覧になってくださいじゃあ早速このフィボナッチ数列の一般項を求めにかかりましょうこの与えられた数列をですねまず an と置きますじゃあどんな全化式ができるかっていうとこれですよね 今の項と次の項を足せば次の次の項が出ると2たす3は5みたいな感じですね今の項と次の項を足せば次の次の項が出るっていうこの全化式ができるんですね隣接3交換全化式ですですからこの右辺を左辺に移行してイコール0の形にすれば特性方程式が出てきますよねでこれは因数分解できないのでもう解の公式を使って解くしかないです解の公式を使えば2分の1プラスマイナスルート5ということがわかるんですね で出てきた。この回をどうするかって言うと、この形に持ち込むんですね。つまりが、アルファが 1/2+ するとこで、ベータが1/2くると5の時もあるし、アルファが逆に1/2くるとこでが、ベータが 1/2+ するとこの時もあるとこの2つを考えるんでしたね。まずはアルファが 1/2+ するとこで、ベータが1/2ひくると5のバージョンを考えてみましょう。このように式が変形できますよね。 じゃあこの数列はどんな数列かっていうとこの a の足す1-2分の1足すルート 5a n を bn などと見れば分かりやすくなりますよねこっちが bn ならこっちは bn 足す1ですですから bn 足す1は1 2分の1引ルート5倍の bn ということはこれは等比数列ですよね公比が2分の1引ルート5ですじゃあ初項はどんな数列かっていうと初項は b1 ですね B1 ということは N が1の時ですですからここに1を代入すれば A2-1/5 倍の A1 で求められますよね。計算すれば2/1/5になります。もちろんこの A2 っていうのは1のことですね。もう見ればわかります。ですからこれは初項がこの2/1/5で公費も2/1/5の等比数列ということでその一般項 BN の一般項っていうのはかけ×公費の N-1 乗ですね。 つまりりの n 乗となまます。また逆にですね次は α が2分の1引くルート5で β が2分の1指すると5でこれに代入した式を考えてみましょうそしたらこのようになりますねでこれもね同様にこっちと同じような見方をすればこれは等比数列なんですねじゃあその一般項はどうなるかっていうと同じような計算を繰り返せば2分の1指す5の n 乗ということになります じゃああとは AN 求めるためにはどうすればいいかっていうと1く2でもまあいいですが2く1などしたらねこの AN+1 が消えて AN だけが残ってくれますよね。ですから2く1両辺をします。 じゃああとはこの左辺を特にね整理していくだけですよね。一見複雑に見えますが、an でくくってね、この分数を分解して計算していけば、この左辺はルート5倍の an っていうことがわかります。ですからね、最後に an、ルート5分の1倍してあげれば、一般項が出てきて、これがね、フィボナッチ数列の一般項だっていうことがわかるんですね。はい、ということで、ここではフィボナッチ数列の一般項について詳しく見ていきました。どうでしょうか、理解できましたでしょうかね。 では引き続き他の基本問題などで全化式をマスターしていきましょう。